ロアノークはアメリカ海軍の軽巡洋艦、ウースター級軽巡洋艦の2番艦。艦名はバージニア州ロアノークにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。ロアノークは1945年5月15日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1947年6月16日にジュリアン・ヘネーブリーによって浸水。 1949年4月4日にフィラデルフィアでジョンディ・ケルシー艦長の指揮下収益した。カリブ海での成長に続いてロアノークは戦艦巡洋艦部隊の一部として大西洋で作戦活動に従事し、1950年1月6日に地中海で第六艦隊に交流、最初の展開を行う。5月に帰国し、 その後第6艦隊での作戦任務を西大西洋で1952年の夏まで行う。続いて海軍兵学校生の訓練巡航をヨーロッパ、カリブ海で行い巡航が完了すると大西洋艦隊の戦艦巡洋艦部隊の一部として5月には6度目の地中海配備を完了し1955年の秋まで作戦活動を継続した後 太平洋艦隊へ配置えされる。1955年9月22日にロアノークは、バージニア州ノーフォークを出港し、パナマ運河を通過、新たな母港のロングビーチに向かう。1956年5月から12月までと1958年9月から10月までの間にロアノークは、ロングビーチを拠点として9回の予備役兵の訓練巡行を行い、2度の西太平洋での 演習を完了した。1958年10月31日に退役、メアアイランドで保管された後、カリフォルニア州3のゼノレビンメタルズ株式会社に売却された。ありがとうございます。